はい、皆さんこんにちは。先ほどコーディネートでご紹介した私のお気に入りのコートを本日は3つご紹介します。最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずはこちら、グローバーオールのダッフルコートです。こちらは原宿のアンバーコートというコート専門店で購入しました。1951年から続いているイギリスの伝統的なダッフルコートのメーカーです。ダッフルコートといえばグローバーオールを想像される方も多いと思います。内側はブルーのチェックになっていて、他にも様々なチェックの種類がありました。とにかく肉厚でしっかりとした生地なので、真冬でもこれを着れば全く寒さを感じないぐらいです。むしろ満員電車の中ではかなり暑くなってしまいます。次はこちらのマーガレット・ハウエルのコーデュロイトレンチコートです。こちらは2014年 AW のコレクションのファーストルックに登場したコートです。太腕のコーデュロイとこの色味が気に入ったので一目惚れして買ってしまいました。綿 100% のコーデュロイで、なおかつロングですのでかなり重たいんですけれども、本来のトレンチコートの細部のパーツまで非常に細かく再現されているほか、このようにベルト落下防止の留め具がついていたりと、完成度の高い一着となっています。一生着たいなと思えるぐらいお気に入りの一着です。最後のこちらはコムデギャルソン、コムデギャルソンのフレアチェスターコートです。確か2015年 AW のもので、ドーバーストリートマーケットのセールで購入しました。裾がフレアになっているので、カチッとした印象ではなく可愛らしさもある、そんなチェスターコートです。生地はギャルソン特有のしっかりと縮小されたウールになっています。はい、本日は私のお気に入りのコートを3つご紹介しました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのライフスタイルチャンネルもありますので、そちらも興味ある方はぜひお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。